これが俺たちの蔵野のサッカーだ。その意地っ張りなところ、お前もなかなかの男だい。その調子で残りの試合も頑張りたい。ジト、ああもちろんだ、絶対に勝ってみせる。日本は広いの。え？わしが勝負したいと思う男が翼以外にもまだいたってことたい。これじゃあますますサッカーをやめるわけにはいかなくなったの。あいつめ、わしとサシの勝負で勝つとは、年下とはいえあっぱれな男たい。あの男の実力があれば代表に入ってくるのは間違いなかろう。ああいう男と共に世界の猛者と戦うのも一興かもしれんの。うん、今のシュートはいいぞ。だいぶ形になってきたじゃないか。おっと、そろそろみんなが来る時間だな。グラウンド整備するぞ。それにしてもお前も練習熱心だよな。大したもんだぜ。でも怪我だけは気をつけろよ。もちろん俺も気をつけてるさ。動けなくなったら元も子もないからな。まあ今は痛いのかゆいの言ってられない。何があっても絶対に全勝したいからな。ああ、お前はまだそれでいい。1年生なんだからな。でも3年生になるとそうはいかない。いろいろ背負うものがあってな。俺たち富良野中サッカー部の3年生は小学校の時からずっと同じチームでさ、この前の全国大会が最後の大会だったんだ。優勝を目指して頑張ったけど結果は準決勝止まり。中学を出ればみんな進路はバラバラだ。この思い出を胸に、これからみんなはそれぞれの道を行くんだなって思ってた。でも思いがけずにこの大会ができた。みんなで最高の思い出を作るチャンスがもう一回来たんだ。それに俺たちの中には受験勉強とか実家の手伝いでチームを抜けなきゃいけなかったやつもいてさ、そいつらの思いも俺たちは背負ってる。だから何が何でも絶対に全勝する。そのために俺ができることは全てやりきる。この最後の最後に全部勝って、俺たちは最高だったって証明して、みんなで思いっきり喜ぶためにな。キャプテン、おはようございます。おう、みんな来たか。監督はちょっと遅れるらしいです。その代わり牛乳と蜂蜜で作った特製スタミナドリンク持ってきてくれるみたいですよ。ああ、それは助かるな。よし、じゃあ今日も気合い入れていくぞ。あ
ふう、よし、あとはボール磨きだな。あ、キャプテン、それ今日は俺たちがやりますから。ええ、今日は先に上がってください。いや、でも。いいからいいから、たまには早く帰って少しでも体を休めてください。あ、ああ。じゃあまた明日な。なあ、ちょっといいか。キャプテンについてなんだけど、いつもと違う気がしてな。いや、今までだってものすごく頑張る人だったぜ。でも今回は今までとは入れ込み方が違うんだ。俺たちもキャプテンとの付き合いは長いから、なんとなくわかるんだ。でさ、お前最近キャプテンとよく一緒にいるだろ。一体何があったんだ？キャプテンから何か聞いてないか？そうか、そういうことか。俺たちのこと、抜けなきゃいけなかったあいつらのこと、全部背負って。ああ、キャプテンらしいな。みんな、提案があるんだけど。あ、あれ、山室からだ。なんだろう。よう、山室、どうした？あ、金田、実はさ。え、マジで？なんだ？キャプテン、おはようございます。お前ら、こんな早くにどうしたんだ？どうしたって、決まってるじゃないですか。朝練ですよ。俺たちはキャプテンよりも才能がないんだから、キャプテンより練習しないといけませんからね。こいつから聞いたんですよ、キャプテンがいつも以上に頑張ってる理由。ええ、キャプテンの思いは俺たちみんなも持ってる思いですよ。キャプテン、山室、それに松田と近藤もどうしてここに？みんなのことが気になって勉強に集中できなかったので来ちゃいました。俺もです。むしろちゃんと最後まで戦い切ってからの方が受験にも集中できるかなって。親と喧嘩になりましたけど、うちの手伝いは大会が終わってからやるってなんとか認めさせたんですよ。俺だってもう子供じゃないんだって。それに新人が頑張ってるのを見たら、俺らも力にならないわけにはいかないなって。ああ、お前たちがいてくれれば心強いぜ。それで実はですね、受験勉強してて新しい戦術を思いついたんですけど、背水の陣ってどうでしょう？背水の陣？雪崩作戦を一歩進めた戦術で、言ってしまえば究極のカウンターです。俺も最初に聞いた時にこれはいけるんじゃないかなって思いました。うちはどっちかといえば守備型のチームですし。次は東方戦、あのヒューガや沢田、反町が相手だと攻め込まれる展開が増えるはずです。それに普通に攻め込んでもキーパーの若島津から点を取るのは。やっぱだったらいっそのことギリギリまでわざと押し込まれておいて、チャンスと見たら一気に全員で攻撃に出るんです。自陣に敵を多く引っ張り出す分、雪崩攻撃よりも危ないですけど、決まれば圧倒的な数的優位を作れるってことです。俺たちが数的優位を作れれば、若島津といえどゴールできないことはありません。守備から攻撃に移るタイミングを全員が見極めて、全員が一瞬で意識を切り替えて一斉に動き出さないとできない戦術ですけど。だからこそ俺たちならじゃなくて、
俺たちしかできないと思うんですよ。お前らそんなにまでチームのことを考えていてくれたんだな。そりゃそうです。俺たちだってフラノ中の一員ですからね。絶対に全勝しましょう、キャプテン。ああもちろんだ。それじゃあ早速フォーメーション練習だ。時間がない、目いっぱい集中していくぞ。ああ、それと親父からの差し入れでうちの牧場の肉いっぱい持ってきたんだ。ごほう。よし、今日の練習はここまでだ。うわ、疲れた。ほらほら、まだ片付けがあるんだぜ。ああ、そうだった。今日も一日頑張ったな、お疲れ。お前まさか練習中ずっと飯のこと考えてたのか。どうした山室。いや、ちょっと離れてる間にチームが随分成長した気がしてさ。そうだよな、連携とかはもちろんだけど雰囲気も前よりもっと明るくなってる気がするんだ。俺も思った。練習もさ、夏の大会前よりも楽しい感じがするんだ。やっぱりそう思うか。お、キャプテン。俺もチームがより強くまとまってきてるのは感じてるんだ。やっぱりあいつのおかげじゃないですかね。あいつが頑張ってチームに溶け込もうとしてるから、こっちもあいつのために何かしてやろうって気になるんですよね。そうだな、練習とか試合でも山室たちの穴を埋めようって頑張ってるし。言われてみれば今日の練習でも。もちろん、あいつがお前たちの代わりってわけじゃないぜ。頼もしい仲間が増えたってことさ。よし、じゃあ頑張ってるあいつに持ってきた肉の一番いい部分をやろう。いや、そこは平等にじゃんけんじゃないの。あいつの歓迎会も開いてなかったし、いいんじゃないか。でも俺も食いたいな。確かに、あいつを中心に団結力が生まれてるのかもな。お前は？頑張れ。あ、君は。いや、よろしく。
よう。よっ。すまない。ありがとう。ああ。よし。よう。なんだ。ようやく試合で会えたな、ヒューガ。松山。この前の全国大会、俺たち富良野の目標は第一に南葛に勝つこと、そして第二に決勝でお前たち東邦と戦って優勝することだった。形は違ってしまったが、今日こうして東邦と戦えることが嬉しいぜ。松山、全国大会での投手は見させてもらった。お前はまさに戦士だ。だが投手の強さなら俺も負けない。そしてチーム力は俺たちの方が上。つまり今日勝つのは俺たち東邦だ。そうはいくか。俺たちの新しい戦い方
見せてやるぜ。フィールドに立てば実力が全て、それが俺の考えだ。だから全力で蹴散らしに行くぜ。そのつもりでかかってこい。そんなセリフ吐いたからには覚悟はできてるんだろうな。いいだろう。俺のタイガーショット、お前のドテッパラに叩き込んでやる。ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。フラノ対東方、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、フラノ。攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていてすがすがしいものがあります。そしてアウェーサイド、東方。攻守にバランスの取れたフォーメーション。最高峰の若島津くんを中心とした堅固な守備からテクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。いよいよ試合開始です。試合開始です。もらったぜ。勇ましいところ、あらわしのようなドリブル。これはショット、豪快なシュートだ。若島津くん横に飛んだ。若島津くん横っ飛びでキャッチ。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。このパスをパス、どうだ。フェイント、松山くんスライディングでキャッチ。勇ましいディフェンス、あらわしのようなドリブル。これは血を浴びて、イーグルショット。これは反応しているぞ。若島津くんボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。松山くんこのパスをカットします。あらわしのごとく強烈なショット。これを正面から抑えに行く。若島津くんボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。小田くん、ここで2つのシュートを放った。くれイーグルショット、強烈なシュート。若島津くんこのシュートに反応している。松山くん、才能のない俺は努力するしかないんだ。くれイーグルショット。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。ここはパスを出した。これで奪い返した。やった、して振り切った。そらじゃ前半アディショナルタイム突入。いけ、できればいい流れで前半を終えたいところ。よし、すり抜けた。チャージが決まった。パスを受けた。ここからチャンスを作るか。横をすり抜けた。次々にかわしていく。グーをかけてシュートを放った。なんとか防いだ。これをトラップ、あっと奪い返した。松山くん、フラノ勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。負けただと？全国大会で優勝してどこかに油断があったのか。ヒューガ、沸かします。松山、
小学校の時の借り、これで返したぜ。だが、今度は俺たちの方に借りができた。この借りは次に会った時、高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。武蔵戦ですね。天才、三杉がいる。あの武蔵中か。よし、それじゃあビデオ見ながらミーティングするぞ。すごい、なんだよ、あの見過ぎのオーバーヘッド。打つだけでも大変なはずなのに、コーナー狙って決めてくるなんて。それだけじゃない、その前のドリブルのスピードとフェイント、あれ一人じゃ止められないぜ。司令塔として周りへの指示も完璧だ。見過ぎの言う通りに選手が動いてる。東京都大会の決勝で心臓痛めたって聞いたけど、絶好調じゃないか。キャプテン、武蔵中の力どう見ました？そうだな、組織力はうちと互角ってとこかな。となるとやっぱり見過ぎと中盤勝負で勝たなきゃダメだな。そしてそれは俺の役割。しかし見過ぎ、お前は心臓病で練習だって制限されてるだろうに、それでもあれだけのプレイができる。俺は才能がなくても努力でカバーできると信じてこれまで頑張ってきた。だけど本物の天才に本当に努力だけで届くんだろうか。そうか、そうだな。そうですよキャプテン、俺たち全員あんなに努力したんです。いくら見過ぎがサッカーの天才でも、みんなで戦えば超えられないはずないですよ。自信持っていきましょうキャプテン。サッカーはチーム力です。そしてうちのチーム力は日本一です。武蔵中に勝ってそれを証明してやりましょう。みんな、ああそうだな、みんな次の試合も頼むぞ。それにしても武蔵中のスタンドは女子が多いな。あれ全部見過ぎのファンなのか。ファンの女子の数はこっちの全員集めても勝ち目がないな。それは言うなよ。いいよな、キャプテンには藤沢がいてさ。ほんとほんと、なんでここでその話になるんだ。たく、お前ら覚えとけよ。まあまあ仕方ないじゃないですか、事実なんだし。小田、お前まで本当にとんでもない奴らだぜ。けどありがとうなみんな。次の試合は富良野中と武蔵中の戦い、俺と見過ぎの戦いじゃないんだ。俺は富良野中のキャプテンとして武蔵中に勝てるようにみんなを信じて全力で頑張るだけだ。へえ。ああ、お前は。
よし。頑張れよ。さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。フラノ対武蔵、舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、クラノ、スリートップの攻撃的な布陣です。キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、武蔵、4人で中盤を構成する形になっています。本間くん、真田くん、一ノ瀬くんの3トップを中心にいずれも実力者揃い。そしてベンチに控える絶対的エース三杉くんをどこで投入してくるか、まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。もらったぞ。荒ましのようなドリブルで鈴木くん、スライディングでカット、チャンスが決まった。長いパスが通った。鈴木くん、激しいタックル。やった。横にかわして突破。ここからチャンスを作れるか。ドリブルでボールを運ぶ。西山くん、横にかわして突破。もらった。あと、ドリブルを見送る。このタッチは2つに終わります。体ごとぶつかっていった。激しいタックル。山村くん、ロングパスを受けます。ここはパスに切り替えた。佐野くん、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。このパスをトラップ、かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。横をスリバーだ。ここは抜かせません。素早く横に倒す。そんな止められない。横にかわして突破。山村くん、パスを出します。もらった。かわした。小田くん、力を貯めて強烈なシュート。森山くん、ゴールを守った。フラノ、この作戦指示が功を奏するか。パントキック、どこまで運べるか。大きくパス。本間くん、ここはパスを出した。武蔵、ここからカウンターを仕掛ける。体ごとぶつかっていった。ドリブルを見送る。このパスをトラップ。ここでパスカット、横をすり抜けた。かわして振り切った。真田くん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。大きくパス。パスを受けた。それ与田くん、素早く横にかわす。もらったぜ。松山くん、そんな表すようなドリブル。勇ましい突破だ。イーグルショットだ。強烈なシュート。これは反応しているぞ。弾いた。
向井君、これはトラップ。体ごとぶつかっていった。逆サイドにボールを振る。ここだ。中川君、シュートを放った。こぼれ球をものにした。ヘディングでのパス、よしだ。決まった。これでかわして振り切った。西山君、ここはパスを出した。攻撃のスイッチを入れてくるか。ドリブルと見せかけてパス。それ左サイドに展開します。ボールを奪った。あとドリブルを見送る。激しいタックル。それここは勝負を避けた。若松君、佐野君、ボールを持った。パスを出します。近藤君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。フラノ、チームの前でゴールを目指す。そうはいくか。スペミの攻撃だ。クラノ君、スライディングでカット。何、素早く横にかわす。いけ。体ごとぶつかっていった。中野君、ロングパスを受けます。横をすり抜けた。痛ましい突破だ。荒ましのようなドリブル。クラノ君、強烈なシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックされたボールは上空へ。前半を終えて未だ同点。ここからさらなさあ後半開始。クラノ、これは戦い方を変えてきたようです。チャージが決まった。見過ぎた。これぞ貴公子のプレーだ。若松君、ボールダッシュ成功。チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。こいつだ。体ごとぶつかっていった。いけ。そら、そうはいかなった。勇ましい突破だ。あらわしのようなドリブル。くらえ。これで決める。豪快なシュートだ。これを正面から抑えに行く。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。パントキック、どこまで運べるか。ロングボールを送る。やった。さあカウンターだ。マッタ君、ボールダッシュ成功。素早く横にかわす。ここはパスを出す。よし。松山君、あらわしのようなドリブル。これで決める。豪快なシュートだ。このシュートを体で決めるつもりだ。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。見過ぎ君、このボールをコントロール。チャージが決まった。左へ預けます。もらおうかわして。そんなバカだ。ここからチャンスを作れるか。初期次にかわしていく。狙いすましてスルー。ハイパー反応できない。まさに入賞。やったぞ。期待にたがわぬ活躍です。そうだ。大きくパス。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。ドリブルでボールを運ぶ。よし。見過ぎ君、体を反転させかわした。体ごとぶつかっていった。おっと、攻守交代だ。マッタ君、タックルを決めた。横にかわしてこら。横をすり抜けた。あとドリブルを見送る。タックルが炸裂。パスを回す。すでに後半も半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな意味を持ちます。ここだ。松山君、これで決める。血を張る豪快なシュートだ。弾いた。こぼれ球をものにした。さあカウンターだ。滝沢君、横にかわして突破。かわして振り切った。激しいタックル。横をすり抜けた。このパスを使って、かわして振り切った。はい、止められない。
山室くん横にかわして突破、ドリブルと見せかけてパス、武蔵ここでスローインを得ました。ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。小田くん横にかわして突破、ここでパスカット、真田くんここは勝負を避けた、真田くんセンターラインを越えて攻め込む、鈴木くんボールを奪うことができません。くれイーグルショット、強烈なスタート。森山くんボールはまだ生きている。松山くんここでボールを受けます。チャージが決まった、激しいタックル、木野くんここで止めた、パスを回す、よし三杉くん何飛行士の華麗な技だ。本田くんここは抜かせません、ここはパスに切り替えた、それ松山くんそれ、そのままドリブル、フラノチーム全員でゴールを目指す、それセミの攻撃だ、いけばしい突破だ、くらえイーグルショットだ、豪快なシュートだ、このシュートを体で止めるつもりだ、身を挺してシュートを防いだ、モラくん激しいタックル、かわして振り切った、豪快にシュート、これは反応しているぞ、あー弾きます、チャージが決まった、中川クロスを上げた、あっとこれを弾いた、さあボールを抑えた、山村くんゴール前に上げた、このセンタリングをものにできるか、もらった、フラノ勝ちました、チーム一丸となって手にした大きな勝利です。